今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください。九段というもの、人弁に牛と書いて九段と呼ぶらしい。字のごとく半人半牛の生き物で、一般には頭が人間で体が牛と言われているが、第二次世界大戦頃より頭が牛で体が人間だという説も現れた。何でも世の中で大きな災いが起こるのを予言し、忠告するためだけに生まれ、それを告げると死んでしまう生き物らしい。小松左京の九段の母という怪奇小説に出てくるので有名だが、この短編は今読んでもかなり怖い。しかし、いろいろと調べてみると、九段はかなり以前の歴史にも登場しているようだ。古くは江戸時代より、明治、昭和と、それぞれの大祭の際に九段が現れ、予言を告げて死んでいったという記録が残されている。真偽のほどは定かではないが、東日本大震災の前にも目撃談が寄せられたそうである。そんな九段であるが、実は自分も小学校高学年の頃に怖い思いをした記憶がある。ある部分の記憶は曖昧なのだが、今なお覚えていることをここに書いてみようと思う。当時住んでいた家の近所に、いつも九段の話をしてくれるおじさんがいた。おじさんの話はやたらと生々しく、子供心にも得体の知れぬ怖さを感じていた。一緒に話を聞いた友達の中には、思い出すと怖くて眠れない、登校できないというものまで現れた。そうなると当然、その子供たちの親が騒ぎ出す。いい加減なことを言うな。作り話で子供を怯えさせるんじゃない。寄ってたかってそのおじさんに抗議し、近所では大問題になった。しかしおじさんは、九段は本当にいると言って譲らず、別に怖がらせようとかしているのではなくて、本当のことを子供たちに知ってほしい、それだけなんです、と弁明するばかりだった。無論そんな言い分を親たちが受け入れるはずもない。結局地域に居づらくなったおじさんは、その後どこかへ引っ越していってしまった。が、いなくなる前に、俺たち子供らにだけ置き土産を残していった。それこそ、一生忘れられぬほどのもの。ある日の放課後、おじさんに声をかけられ、集められた俺たちは、どこか大きな学校らしき場所に連れて行かれた。そしてその敷地の一番奥にある、周りとは不釣り合いなほど古く汚れたコンクリートの建物の前まで来ると、おじさんが言った。さあ、ここにいるのが九段だよ。普通見せることはないんだけど、君たちはおじさんの話を誰よりも信じてくれた。そしてこれからこの国を支えていかなくちゃいけない。だから
一度だけ見せてあげるよ。おじさんは少し寂しげな笑みを浮かべ、俺たち一人一人の目を順に見つめていった。しっかり見て。これからもこの話を伝えていってくれ。本当なんだと。九段は存在するんだと。それはとても大切なことだから、絶対に忘れないでほしい。いいね。おじさんはそう言って、その建物の中でもさらに一番奥にある部屋に、俺たちを入れてくれた。その部屋は、まるで牢屋か檻のようで、じゃらじゃらと鎖が擦れるような音が、薄暗い明かりの中に響いていた。そこからなぜか記憶が飛んでしまっているが、そこで目にしたものの姿は、今も鮮明に覚えている。正確に言えば、そこからどうやって帰ったのか、そこの記憶が欠落しているのである。きっと、あの時一緒に見た10人ほどの子供たちも、今なお鮮明に覚えていることと思う。あの日見た、九段の姿を。それは、牢に入れられ、鎖でつながれた、頭が牛で、体が自分たちより少し大きいくらいの女の子だった。なぜ少女だとわかったかというと、服装が女の子のものだったからである。そしてその女の子が着るような可愛い服と、その上に乗っている牛の顔が、とてもアンバランスで不気味だった。さらに体中に巻かれた包帯と、そこに滲んだ血の赤が鮮烈で、何よりも異様だった。それから何回も、その時のことが夢に出てきてうなされた。どの子も同じ症状を訴え、学校でも大きく問題にされたことを覚えている。だから今でも、人間の体に顔が動物というものが苦手である。引っ掛け傷。ある AV 監督さんと飲む機会があった。その日が初対面ということもあり、お互いに遠慮気味に話していたのだが、夜も深くなり酒が回ってくると、私は大の AV 好きという事実を隠せなくなり、 AV 愛についてとうとうと語り出してしまった。監督はその話をケラケラと笑いながら聞いてくれていた。そして酔った勢いもあって、こんな質問をぶつけてみた。 AV 女優ってソフト路線から入って SM にたどり着くパターンが多いですよね。なんとなくは分かっているのですが、あれはどうしてなのでしょうか。監督は相変わらずニコニコと答える。この業界は次から次へと可愛い新人が入ってきますよね。で、キャリアを重ねた古参の女優さんたちはより過激なものを求められる。そうなると SM であったりレイプものであったりとなるわけです。さらに結構な割合で女優さんには露出狂や M の子が多いので、 SM 作品に躊躇する子は少ないですね。やっぱり見立て通りかと自分の思考に感心していると、あ、
一人印象に残っているというか気の毒な子がいたな。興味あります？私が首を大きく縦に振ると、その女優の話をしてくれた。スミレはある地方都市でスカウトされて業界に入ってきた。年齢は21歳で、パッチリとした瞳と黒髪が魅力的な女の子だった。少し垢抜けないところもあったが、それを魅力と感じる層も結構いるので、デビュー作からそこそこの人気を得ていた。監督が初めてスミレを撮ったのは、彼女にとって3本目のものだった。そしてそれは、スミレにとって初めての複数プレイ作品だった。緊張した面持ちで現場入りするのかと思いきや、至極冷静な表情でやってきた。大丈夫？プライベートで 3P とか経験あったりするかな？監督が丁寧かつぶしつけに聞いてみると、複数プレイはないです。でも全然大丈夫です。人がいっぱいいると安心するというか、ぬくもりを感じるというか、胸が躍ります。そう言ってにっこり笑った。これはいいものが作れる。監督は心を躍らせ、いざ撮影へと入った。最初のスミレと男優の1対1の絡みが終了し、2人はそれぞれ休憩に入った。いた！なんだこれ。シャワー室から男優の声が聞こえた。出番がまだあるので心配になった監督が部屋を覗くと、男優は腹回りや背中をさすっている。どうしたの？大丈夫？監督の声に振り向いた男優は、なんか切り傷みたいなのがいっぱいできてるんすよ。そう言って自分の体を見るように促す。その傷がシャワーに染みたという。確かに縦に小さな切り傷が体いっぱいに広がっている。かすかに血が滲んでいるのもあり、ヒリヒリと痛そうに見えたが、カメラが捉えるレベルの傷ではない。今から別の男優を呼ぶのも手間がかかるので。ごめんね。軟膏とかを塗ってもう一絡みお願いできるかな。監督の頼みに男優は仕方なさそうにうなずいた。お疲れ様です。背後から声が聞こえたので振り返ると、この後の複数プレイに出演する男優が2人立っていた。どうしたんですか、その傷。激しすぎて爪でも立てられたんですか。彼らの冷やかしにムッとしたらしい男優を察知して監督は、いや、原因不明なんだよ。シーツの端とかのせいかもしれない。と言って、その場を取り繕った。ベッドに小石などの異物がないか、シーツのほつれはないか、しっかりと確認し、撮影は再開された。以降はこれといったトラブルもなく、スミレを中心に3人の男優による絡みのシーンの撮影は無事に終了した。お疲れ様でした。帰り自宅を整えたスミレがマネージャーと一緒に先に現場を後にした。すると、いてててうわ、何これ。シャワー室から声が上がる。様子を見に行くと、後から入った二人のうちの一人が太ももとすねをさすっている。見れば彼も同じような小さい切り傷だらけになっている。さらにもう一人の男優もシャワーを浴びた途端に悲鳴を上げた。いてえ、なんだよもうこれ。彼は首筋をさすっている。これまた同じような小さい切り傷がついている。これ爪での引っかき傷かな。こんなに小さいけど、
あの女優さん、手が小さかったっけ？はじめに傷を負った男優が言った。もしかしたらスミレが爪を立てていたのかもしれないとの疑念が湧いたので、 VTR で確認しようということになった。しかし3人の男優と監督、スタッフにカメラマン、みんなで検証してみたが、そんな様子はない。腑には落ちなかったが、その日は解散した。そして数週間後、スミレの事務所の社長から連絡が入った。スミレが自殺しました。申し訳ないのですが、あの作品の販売は中止してください。事情を詳しく聞くと、連絡も取れず現場を何日もすっぽかしたスミレに、マネージャーが怒って彼女の自宅に出向くと、玄関からものすごい異臭がしたという。管理人と警察立ち会いのもと立ち入ったら、スミレがドアノブに紐をかけて亡くなっていたという。その遺体の横には、私は悪くない、でも呼ばれたから行かなきゃいけない、殴り書きの遺書が無造作に置かれていたとのことだった。遺体を引き取りに来た母親は目を真っ赤に腫らして、あの子はいい子だったんですけど、男にすぐ騙されてしまうんです。あの年で3人もの子供を下ろしているんですよ。その子たちに呼ばれてしまったんですかね。そう一気に言うと、さらに号泣した。どこか崩れた感じの母親とスミレがいい関係ではなかったのを事務所の人間は知っていたので、どこかしらけた雰囲気になったという。事務所の社長にそう話を聞いた監督は、現場で男優についた引っかき傷に思い至った。その子供たちだったのか、そしてそれはスミレを守るためにやったのか、それとも連れて行くために。そんな風に考えてしまう日が今でもあると、監督は言って話を終わらせた。これから AV を見る目が変わってしまいそうだ。学校の放送室に出る例の話。小学生の頃、放送部に入っていた。毎日朝と夕方、そしてお昼の時間に学校からの連絡事項をアナウンスしたり、学校指定の教育番組を各クラスのテレビに流すのが主な役割だった。なぜ入部したのかといえば、放送という言葉の響きが格好よく思えたのと、給食を教室ではなく放送室でゆったりと食べられるからという実に他愛のない理由であった。がいざ入部してみると、意外と本格的な機材が揃っており、ガラスで仕切られたアナウンスルームも完備され、それらを扱えるというのはなかなか面白かった。ただどこの学校にもあるような七不思議が俺の学校にもあり、その中にこの放送室が含まれていた。それは年に一度決まった日に、女の幽霊がアナウンスルームに現れるというもの。ただ決まった日というのが何月何日なのかは誰も知らず、当然それを見た者もいなかった。要はいろいろな噂が飛び交っているだけという状態である。だから俺を含め、本当に女の幽霊が出ると信じている者は一人もいなかった。そう、
あの日までは。その日が何月何日であったかまでは覚えていない。だが冬になる前の金曜日だった。その日は放送部の顧問の先生が出張で不在であり、生徒だけで切り盛りしなければならなかった。とはいえそういうことは頻繁にあったから別段構えることもなく、みないつも通りのんびりとこなしていた。朝の放送、お昼の放送とつつがなく終わる。そしてその日の最後、下校の放送の時だった。あれ、おかしいな。何やら機材の調子がおかしい。用事のない人は早く下校しましょうというアナウンスを流すだけなのであるが、やたらブチブチと途切れたり、音量が大きくなったり小さくなったりと定まらない。それでも古い機材だから仕方がないだろうとそのまま続けていたのだが、すぐにクレームが入った。アナウンスルームで原稿を読んでいる女子の声に混ざって泣き声のような声が聞こえてくるというのだ。だがその時は放送室の七不思議のことなどすっかり忘れており、泣き声のように聞こえるのはあくまで機械の不調だろうと思ってそのまま放送を続けた。だが泣き声のような声はどんどん大きくなっていき、とうとう原稿を読んでいる女の子の声が聞き取れないくらいになってしまった。今もはっきりと覚えているが、大人の女性の低い泣き声であり、よく聞くとおえつまじりに何かをブツブツとつぶやいている。それが何かの子守歌だとわかるのに時間はかからなかった。なあ、これちょっと。さすがに気持ち悪くなり放送を中止しようということになった。まだアナウンスルームで放送中の女子部員にガラス越しに合図を送ろうとした俺は、次の瞬間息を止めた。俺だけではない。その時放送室にいた 5,6 人の児童全員の目がアナウンス室の中の一点に釘付けになっていた。ガラス張りの小部屋の隅、右奥の暗がりにうずくまるような格好で女が一人もそもそと動いていた。季節外れの赤いワンピース、ツヤのないボサボサとした髪が長く垂れ下がり、顔はよく見えない。それが今ゆっくりと立ち上がるような動きをし始めた。それを目の当たりにしてしまった俺たちは全員ピクリとも動けず、声一つ出せずに固まっていた。どれくらいそうしていたか、実際はほんの数秒だったのだろうが、その時は永遠とも思える時間だった。突然仲間の一人がガラスの向こうにいる女子を助けようとアナウンスルームの重たい扉に向かって走り出す。その動きに全員が我に返った。泣き出す者、ガラスの向こうにいる女子に手振りで危険を知らせる者、一瞬にして放送室はカオスになった。ただアナウンスルームにいる女子も何度か後ろを振り返っていたのだが、
彼女の目には何も見えていないようだった。キョトンとした顔でこちらを見つめていたのを覚えている。するとドアを開けようとしていた男子が叫んだ。開かない、ドアが開かないぞ。その声に俺を含めた男子三人が一斉にそのドアを開けるのを手伝う。だがいくら引っ張ってもびくともしない。いくら重たい防音ドアとはいえ、いつもは女子一人でも普通に開けることができていた。開かないなんてあろうはずがなかった。また誰かが叫ぶ。早く先生を呼んできて、誰でもいいから。その声に泣いていた女子たちも弾かれたように走り出した。俺たち男子はその間もドアを開けようと必死で頑張ったのだが、まるで石膏で固められたかのようにドアは動かなかった。まるでドア自ら開くのを拒絶しているかのように。その時ドアの内側から大声で叫んでいる声が聞こえた。間違いない、アナウンスルームの中にいる女子の声だ。彼女はこう叫んでいた。後ろ、後ろ、早く逃げて。え？と思いながら反射的に後ろを振り向いた俺たちは目を向いた。俺たちの真後ろ、三歩も離れていない場所にそれがいた。血のように赤いワンピース、乱れた黒髪、今の今までガラスの内側にいたはずの女が両手をぴったりと体につけた状態で直立していたのだ。ドアノブをつかんでいた手から一気に力が抜ける。目をつむることさえできない俺たちの目の前で、女の首がゆっくりと横にかしいだ。と顔面を覆っていた髪が割れ、その淡いからにたーっと笑う唇が覗く。目には黒い部分がなく、腐ったゆで卵のような白目がグリンと動いて俺たちを見た。もうその瞬間腰を抜かしそうになったのだが、一人の男子がその女がいる方とは逆のドアに向かって走り出したのを見て、転がるように全員がそれに続いた。ケラケラと笑う女の声を背に出口となるドアに飛びつく。先ほどのアナウンスルームの扉のように開かなかったらどうする。恐怖に溺れそうになりながら取っ手に指を引っ掛け力を込めると、ガラリと普通に開いた。うわぁ、もう何が何だか分からぬ声を上げながら無我夢中で部屋の外へと飛び出す。そうして無事全員が逃げることができた。そう、アナウンスルームに一人残された女子以外は。無論誰もがその子を助けたいとは思っていた。だがあの女の姿を目の当たりにし、笑い声まで聞いてしまった今、小学生の俺たちに再びあの部屋に飛び込んでいく勇気は残っていなかった。幸い自分たちが部屋を出てきてから30秒も経たないうちに 2,3 人の先生がバタバタと駆けつけてきた。そして俺たちは危ないからという理由で全員がその場から離れさせられた。だからその後一体どうなったのか、あの女子は無事だったのか。
それすらも俺たちには知らされないままであった。ただそれから先生たちが集まってきて大騒ぎになったこと、それ以来その女子部員の姿を一度も見ていないこと、それだけは紛れもない事実だ。そしてその日を最後に放送室は開かずの間となり、放送部も解散となってしまった。真実はわからない。だが俺はこう思っている。七不思議のアナウンスルームに出る女の霊は本当だった。そしてあの日こそが年に一度の決まった日だったに違いないと、取り残された女の子はあの女にこの世じゃない場所へ連れてかれてしまったのではないか。そして先生たちも俺たちと同じようにあの女の幽霊を目撃したのではないかと。実際先生には何度もこの時のことを問いただしたが、何を聞いてもはぐらかされるばかりだった。そしてその度に二度と思い出したくないという感じの嫌な顔をされた。消えた女子に関しては後日両親の都合で転校したという説明がされた。今思い出しても恐ろしい思い出である。その小学校は現在も俺の自宅の近所に当時のままの姿で立っており、きっとその放送室も開かずのままで存在している。ウオコさん、1990年代初頭、群馬県の某小学校での出来事。当時小学5年生だった清美さんの周りではラブ様という遊びが流行っていた。いわばコックリさんのアリュー、キューピッド様やエンジェル様と同じく子供たちに流行した降霊術の一種だ。その方法はといえば、ひらがなを書いた紙を4人で囲み、それぞれ五円玉に人差し指を乗せて動かすというよくあるパターン。もちろんこうした遊びで五円玉や鉛筆が自然と動くように感じるのは霊が降りてきたからではなく、自己暗示によるものだ。清美さんら子供たちもそれは承知していた。だからわざと自分たちで指を動かして嫌いな子の悪口を表現したり、ほのかな恋愛対象を教え合ったり、好き勝手なことをして楽しんでいた。つまり誰も真剣に信じていない、ただの気安いお遊びだったのだ。その日の放課後、クラスみんなでラブ様をやろうと盛り上がったのも全く軽いノリによるものだった。清美さん含めた4人がプレイヤーとなり、それをクラスメートら約10人が取り囲んで観覧する。秘密の心霊会というよりちょっとしたイベントのような雰囲気である。ラブ様、ラブ様、ここにいらっしゃいましたらイエスの方にお越しください。彼らのローカルルールとして、降りてきた霊に対し、まず名前を質問する決まりがあった。すると五円玉は、う、お、こ、という3文字を示していった。清美さんは何も力を入れていない。他の3人の誰かが適当に思いついた名前だろう。ウオコさんというお名前ですね。その独特なネーミングにギャラリーからクスクスと笑いが漏れる。誰からともなく先をせかすような声が上がった。じゃあじゃあ
ウオコさんに何を聞けばいいかな。そこで突然、目の前が暗くなった。次の瞬間、清美さんは自分が全く別の場所に立っていることに気づいた。教室ではない、もっと狭い部屋。一体ここはどこなのか。慌てて周りを見渡すと、さっきまで一緒にいたクラスメートのうち数名が顔をうつむけて左右に並んでいる。そんな自分たちを校長先生と担任教師が揃ってにらみつけている。なぜか知らないが、いきなり教室から校長室へと瞬間移動してしまったようなのだ。あそこは掘ってはいけないところなのです。あなたたちは絶対にしてはいけないことをしたのです。校長先生が穏やかだが毅然とした声でそう諭してきた。そのままひとしきり説教が続いたが、旧友たちも黙ってうなずくだけ。さっぱり状況が飲み込めないものの、ただごとではない空気は伝わってくる。とにかくここはおとなしくしておこう。そう判断した清美さんは先生たちに逆らわず、ひたすら謝ることでその場を乗り切った。そして最後に、もう二度とラブ様をやりませんという誓約書を書かされ、ようやく校長室から解放されたのだった。ねえ、ちょっとどうなってるの？廊下に出たところで、ずっと我慢していた質問を旧友たちにぶつけた。ああ、やっぱり。そんな清美さんを見て、旧友たちは妙に納得したような様子だった。覚えてないんでしょ、昨日のラブ様のこと。昨日？清美さんは混乱した。そうだ、確かにおかしい。廊下の窓からは眩しい太陽の光が差し込んでいる。ついさっきまで薄暗い放課後の教室でラブ様をやっていたはずなのに。いや、だからそれは昨日のことなんだよ。なんと今はもうその翌日の昼前になっているというのだ。つまり清美さんの中でここ十数時間の記憶がすっぽり抜け落ちていたのである。では一体その間に何が起こっていたのか。旧友たちは次のようなことを説明してくれた。魚子さんの名前が出た直後のこと、誰かの質問を待たず、五円玉はスルスルと次のように動いていった。砂場の扉を開けろ。何のことかとみんなが思っていると、いきなり清美さんが椅子を倒すほどの勢いで立ち上がった。そして大声でこう叫んだのだ。砂場を掘ったら扉が出てくる。砂場を掘ったら扉が出てくる。教室にいた全員がざわめいた。校庭の隅にある細長い砂場のことを言っているのだろう。しかし清美さんの目つきは明らかにおかしくなっている。もういくら声をかけても何も答えようとしない。魚子さんに取り憑かれたんだ。誰もが疑いなくそう思った。そしてみんな熱に浮かされたように、校庭の砂場を掘らなくちゃいけないと口々に言い出した。しかし今はもう放課後で、間もなく日が沈んでしまう。この人数で校庭に出てそんな作業をしていたら、たちまち咎められてしまうだろう。砂場を掘るのは明日の20分休みにしよう。みんなでそう取り決めてその場は解散した。もはや勢いでもノリでもない。魚子さんの命令を実現しなくてはと全員が本気で思っていたのである。もちろん清美さんも家に帰ったそうだ。しかしいくら頭をひねっても、そのあたりの記憶は途切れてしまっている。後から両親に聞いたところ、確かにその夜の彼女はどこかぼんやりとしていたように見えたらしい。
それでも問題なく夕飯を食べたり風呂に入ったりはしたようだが、翌朝も大きな支障なく清美さんは朝の支度を終え登校していった。そして2次元目と3次元目の間の20分休み、ぼーっとした清美さんを連れて数人のメンバーが校庭の砂場へと急いだ。手やスコップでせっせと砂を外にかき出していく。面積はそれほど大きくないので、数人で作業するうちみるみる砂の容量が減っていった。しばらくすると砂場の底の部分が階段状になっていることが分かった。1段、2段、3段と砂をかき出していくうち、3段目部分から下は砂ではなく茶色い土へと変化していった。清美さんが見守る中、給油たちは一生懸命に土を掘り返していった。すると今度は仕切り板らしきものが露出し始めたのである。これ扉じゃないか。まだ全体像はわからないが、板で作った簡易的な戸のように見える。この扉を開けてくれ、この扉を開けてくれ。清美さんがそんな声を上げた。みんなが夢中になって残りの土をかき出そうとしたところで、何やってるんだ。背後から怒鳴り声が響いた。数名の教師たちが彼らの異常行動を止めに来たのだ。20分休みはもうとっくに終わっていた。授業時間になっても教室に来ない彼らを心配し、担任教師が学校中を探していたところ、この砂場での珍事を発見。慌てて職員室に駆け込んで他の教師たちに協力を求めたのである。そのまま校長室に連れて行かれ、こっぴどく怒られている最中、清美さんは正気を取り戻した。どうもそういったことの次第であるようだ。砂場はすぐに埋め直された。そして新しく柵で囲まれて、そこに立ち入り禁止の札が貼られた。清美さんの在学中、ずっとその砂場は禁足地となってしまったのだ。そんな砂場にまつわる奇妙な思い出話である。九段の小学校の歴史は明治初期の開校と大変に古い。清美さんの家では祖父、祖母、それに母親までもが同じ学校に通っていたそうだ。戦時中をよく知る祖父によれば、砂場あたりのポイントは防空壕になっていたので、その入り口だった可能性は高いらしい。そして空襲を受けた際、収容できなかった死体を防空壕に保管していたという話もあるそうだ。また小学校そのものが墓地の上に建てられたといういわくもある。私が同校のホームページを閲覧してみたところ、細かく記された校史の中に明治時代の校舎図面がアップされていた。それを見る限り、もともと寺だった跡地に建てられたことは間違いないようだ。また戦後すぐの時代にはプールの壁に狐のシミが浮き出して、子供たちが次々に溺れる事件もあったそうだが、それはまた別の話である。外壁。M さんの町内には少しばかり変わった家が一軒建っている。家族の間での呼び名はクレヨンハウス。作りは普通の建売り住宅なんだけどね、外壁の色が毎月のようにコロコロ変わるんだよ。まるでクレヨンみたいだからクレヨンハウス。うちのかみさんが命名したんだわ。クリーム色、薄紫、黄土色、ピンク、鮮やかな青、落ち着いたえんじ色。彼が記憶しているだけでも6、7階は塗り替えられているのだそうだ。住んでいるのは普通の一家だよ。旦那さんと奥さんと、あと娘らしき中学生の女の子。あ、
犬もいたかな。決して変な感じの人たちじゃないからなおさら不思議でね。まあ金持ちの道楽なのかなくらいに考えていたんだけどさ。ある晩のこと、消防団の寄り合いを終えて帰路についていた M さんは、千鳥足でクレヨンハウスの前を通りかかったのだという。今って何色なんだっけ。何気なく家屋へ視線を移すなり、うひっと妙な声が漏れた。焦げ茶色に塗られた壁の2階部分に人の形そっくりのシミが浮き上がっている。まるで雪に倒れ込んだかのようにはっきりとした輪郭だが、場所や高さを考えれば人間の仕業でないのは一目瞭然だった。見れば屋根から人型の頭部めがけて雫を垂らしたようなシミが垂直に伸びている。雨漏りが壁を伝って広がったのかな。そうだ、きっとそうだ。自分に言い聞かせては見たものの、なんだか気味が悪くてね。すっかり酔いも覚めて早足で帰宅したよ。その翌週、タバコを買いに表へ出た M さんはクレヨンハウスの前を通るなり愕然とした。外壁が深緑色に塗り替えられている。呆然と眺めているうちにはたと気がついた。あの一直線のシミ、あれはもしかして縄じゃないのか。人型は首をつっていたのではないか。ゾッとしちゃってタバコも買わずに家へ戻ったよ。もしかしてあのシミを消すために何度も塗り替えているのかと思ったけどさ、なんとなく悪化させているだけのような気がするんだよね。そう言うと彼は両腕で自らの体を抱いて身震いした。クレヨンハウスは今も健在だそうだ。いい名付け。これは俺の知人が体験した話である。彼女の家はもう何代にもわたって会社を経営している名家だ。その会社というのは地元ではかなりの大手企業という位置づけになる。彼女の場合本家というわけではなかったのだが、彼女の父親をはじめ親戚のほとんどがその会社で何らかの要職に就いているという一族企業。確かに彼女の父親は本家筋ではなかったが、それでもかなりの裕福な生活を送っていた。市内の高級住宅街の中でもひときわ目立つ豪邸に住み、家政婦さんを雇うほどの生活。いつも高そうな服ばかりを着ていたし、免許を取って最初に買ってもらったのが某高級会社だったのだから、俺にしてみればまさに夢のような人生だ。ただ彼女自身は取り立てで自慢げなところもなく、どこにでもいる優しくて明るい女の子だったから、彼女の周りにはいつも友達であふれていた。そして彼女はかなり美人の部類に属していたと思う。当然のことながら彼女に好意を寄せる男性も少なくはなかった。普通そんな両家の一人娘ならば両親も娘の交友関係に口を挟むものだと思うのだが、なぜか彼女の両親は完全に放任主義だった。それはもしかするとこれから彼女が送らねばならない人生を知っていたからなのかもしれない。ある時彼女は両親と一緒に本家に呼ばれた。確か彼女が大学を卒業した頃だったと思う。
そして本家の当主である祖父から言い渡されたのは、彼女には決められた許嫁がいるという事実だった。それを聞いた時、彼女だけでなく彼女の母親もかなり驚き、そして動揺した。しかし父親だけはある程度の覚悟はできていたのか、悔しそうな顔は見せたらしいが、その宣告を甘んじて受け入れたという。彼女自身そんな話は一度も聞かされたことがなかったし、将来は自分で決めた相手と結婚して幸せな人生を歩むものだと思っていた。だから自宅に戻ってからかなりそのことで両親と揉めたという。しかし本家の意向というものはかなり厳しいものらしく、彼女は両親の生活を守るためだと自分に言い聞かせて、しぶしぶその話を受けたという。だがそれからというもの、彼女の生活は一変した。家からもなかなか出してもらえなくなり、男性と話すことなど完全に禁忌とされてしまった。おまけにきちんとそれを守っているか監視するために本家からはボディーガードまでつけられる始末。あまりに息苦しい生活に次第に彼女の中で鬱憤がたまり、ある日それが大爆発してしまう。本家に赴き許嫁の話を撤回してもらおうとしたのだ。彼女はそれこそ祖父と喧嘩してでも自分の意思を貫き通すつもりだった。しかし祖父をはじめ本家のみんなの顔は、怒るというよりも申し訳ないという思いが顔に出ていたという。とうとう祖父は彼女に頭を下げ、これはお前の両親だけではなく、この一族全体を守ることになる。お前には本当にすまないと思っているが、なんとか受諾してもらえまいか。そう懇願されたという。彼女は祖父たちの予想外の態度に拍子抜けしたと同時に、その不思議な風習に少しだけ興味を持った。結論は自分でいろいろと調べてからでも遅くはない、そう思い直したという。しかしどうやって調べようかと考えると、なかなか妙案は浮かばなかった。すると意外なことに彼女の母親が進言してくれたという。もともとその一族とは何の関係もない母親は、そもそも許嫁という習わしに異論を持っていたようだった。母親が進言してくれたのは、親戚の中でも完全に阻害されていた存在の叔父に尋ねてみるということだった。その叔父というのはかなりの偏屈者であり、一族が経営している同族企業には属さず、全く別の会社に勤めているという変わり者であり、彼女自身その叔父が苦手だったこともあり、これまではあまり話したこともなかった。しかしそんなことを言っている場合ではなかった。彼女は叔父に連絡すると、意外にも二つ返事で OK してくれたという。そしてその週の土曜日の夜、彼女は郊外にある叔父の家に向かった。叔父の家に行くのは初めてだったが、その家は彼女の家と比べるまでもなく、かなり小さく古い家だった。奥さんと二人暮らしの叔父は訪ねてきた彼女を心よく迎えてくれた。家に入るといい意味で不思議な感覚を覚えた。小さな家だが、どこか暖かくて開放的な家、そんな印象だった。彼女は叔父に許嫁の話をすべて打ち明けた。そして
それについて知っていることを教えてほしいと頼み込んだ。他の親戚に頼んでも絶対に話してくれなかったこと、それをその叔父が簡単に話してくれるとは思っていなかった。しかし叔父は少し笑いながらタバコに火をつけると、あのな、この家に入った時何か感じたか？安心するとか自由とか、そういうのを感じたのならまだ救いようがあるのかもしれないからさ。確かにそれは感じた。彼女がそう思っているのが叔父にも伝わったのだろう。ゆっくりとうなずくと、きっぱりとした口調でこう言った。はっきり言うぞ、うちの一族はあるものにずっと監視されているんだ。本家も分家もお前の家もすべてだけど、本家や親戚から離れた暮らしをしているわしのところには監視の目がないんだよ。だからいつも監視された生活を送っているお前たちからすると、いい意味で違和感を覚えるかもしれないな。でもこれは本当のことなんだ。それが嫌だったからわしは一族から離れて生きることを選んだのさ。それから許嫁に関してだがな、それはずっと昔から繰り返されてきた悪習だ。お前はきっとずっと前から許嫁が決められていたとかなんとか説明されたんだろうが、本当はそうじゃない。その監視しているものがその一族の忠誠の証として、その一族から一人だけ気に入った娘をもらえるという約束をしているだけだ。だからずっと前から決められていたんではなくて、ずっと一族すべてを監視していたそいつがつい最近お前を選んだということなんだよ。要は人見悟空と同じだよな。そんなものがまだこの現代に残っているなんて考えられないことだろう。もしもこの話が信じられないのなら、本家に行って許嫁の写真や詳細を提示してほしいと言ってみるといい。きっとあいつらは何も見せられないというはずだから。いいか、許嫁になった女は本家が用意した家に一人で住むことになる。それでも毎日姿を現さない、見たこともない相手のために食事を作り掃除をし、風呂も沸かさなければいけないんだ。寝るときもちゃんと布団を二人分敷くんだ。いつその相手が現れてもいいように。だけどな、そいつが現れないうちがまだ幸せなんだ。現れたら、もしも姿を見る時が来たら、その時がその女の最後なんだ。そんな一族の女を何人か知っている。彼女らはみんなそのまま行方知れずになる。本家では一緒に幸せな場所に登ったとか寝ぼけたことを言っているが、真実はそんなものじゃない。いつも女が行方不明になると、その家から一人分の喉仏の骨が見つかるんだよ。あいつらはなぜか喉仏だけは食べないからな。つまりだ、食べられてしまうんだよ、そいつに。喉仏の骨だけを残して跡形もなく食い尽くされる。そうやってあいつらは10年、20年に一度一族の忠誠を図るために許嫁という名の人見悟空を強要している。だから逃げるなら今しかないぞ。そいつと生活を共にし始めたらもう逃げられない。あいつは姿は見えないが、いつだってすぐそばで監視しているんだから。そこまで言われて彼女は頭が真っ白になった。死ぬほど恐ろしいが現実感がない。本当にそんなことがこの世にあるのだろうか。
たから彼女は聞いた。おじさんの言うことが本当だとしたら、さっきから何度も出てくるそいつって一体何なの？と。おじは急に真顔になってこう言った。あのな、それを言うのは禁忌とされているんだ。その正体を口にした者はそのままでは済まない。だが、今のお前の気持ちは痛いほどよくわかる。わしの仲の良かったいとこも、そうやって食べられてしまったんだ。だから、今から一瞬だけこの紙に書く。本当に一瞬だぞ。それを読んで、あとはもう自分で調べてほしい。おじは目の前にある紙にある文字を書いて、すぐにそれを丸めて灰皿の上で燃やしてしまった。しかし、彼女にはしっかりとその文字が読み取れた。それから自宅ではなく、図書館でその文字について調べた。結果、彼女は自分自身が一体何と言い名付けにされたのかを悟った。そして、悩み抜いた末に、そのまま言い名付けの宣告を受け入れた。調べた結果として、それから逃げることは不可能だと悟ったからだという。しばらくして彼女は、そいつと生活を共にするようになった。彼女がどんな生活をしていたのかは全くわからないのだが、数年前から完全に音信不通になってしまっている。彼女はどうしているのか。喉仏の骨と聞くと、未だ胸が苦しくなる。耳鳴り。奇妙な現象に遭遇したり、幽霊らしきものを目撃したことはあるんだが、金縛りってやつだけは体験していないんだよ。なんだか基礎を学ばずに応用編を実践しているみたいな気分でさ、一度味わってみたいんだけどな。不満を漏らす私に、知人の B がぽつりとつぶやいた。もし金縛りにあっても、余計な好奇心は捨てた方がいいぜ。B は月に数回の頻度で金縛りに会うたちだった。最初に経験したのは大学生の時。連日のアルバイトで疲れ果て、気を失うように布団へ倒れ込んだ夜だったという。耳の奥で沸騰したやかんのような音がして目が覚めた。なんだこの音。布団から起きようとした B は、頭のてっぺんからつま先まで、体中の自由が効かないのに気がついた。かろうじて目玉だけが動く。毛穴から汗がにじんだ。自分の荒い呼吸だけが耳に届いた。どうなるのかと身構えているうちに、音が次第に遠ざかり、徐々に体が動くようになった。それからも、B は何度となく金縛りに襲われる。初めのうちは怖くてたまらなかったという。けれど、バイト先の先輩に相談したら、単なる生理現象だよと笑われてね。医学生だった先輩は、金縛りとは睡眠麻痺と呼ばれる症状であること、疲労やストレスが原因で発生することなどをとつとつと語った。結局、脳がもたらすいたずらに過ぎないんだよ。慣れている人の中には、思い通りの幻覚を楽しむ輩もいるらしいぞ。先輩の説明を聞きながら、今まで怯えていた自分がバカみたいに思えてきた。それで、どうせなら自分も楽しんでやろうと考えを改めたんだ。以来、B は金縛りを心待ちにするようになった。耳鳴りが聞こえると、眼球を右に左にと動かして、隅々まで部屋を確かめる。聞いた話では、壁から小人が出てきたり、
小さな女の子が天井を飛び回ったりするらしいんだけど。そこまではっきりしたものは見えなかった。電灯がぐんやりと歪んだような気がしたり、窓の外をぼんやりとした人影が通る雰囲気を感じたりと、なんとなく不思議な光景を目にするのが関の山だった。最初は興奮したんだが、次第に飽きてきてさ、どうせならもっと刺激の強いやつを見たいな、そう願っていた矢先の出来事だった。その夜も寝入り花に耳鳴りが始まった。今夜こそ何かあるかもしれない。期待しながら待つ。1分、2分。いつものように体中がこわばる感覚はあるものの、やはり視界には何も映らない。そのうちこんな現象に振り回されている自分に腹が立ってきた。体だか脳だか知らないけれど、見たいもの一つ見せてくれないなら時間の無駄だと思って。 B は強引に体を動かして力任せに寝返りを打った。その視線の先に天井をまっすぐに見つめた女の顔が畳から生えるように突き出ていた。大きく開けた口には歯が一本もなかった。黒髪が畳一面にバサバサ広がっている。髪の隙間から見える喉には赤黒い筋が輪になって走っていた。ああ、この女は紐で絞め殺されたのか。 B は妙に納得した。女が口を閉じるのと同時に耳鳴りが止まる。今まで仰向けに寝ていたから視界に入らなかったんだ。あれ、耳鳴りじゃなかった。女の金切り声だったんだ。女の顔がゆっくりとこちらを向く。隠れていた頭部の半分がスプーンですくったアイスクリームのようにぽっかりと欠けていた。いつの間にか再び金縛りに襲われていた B は目をそらすことができない。ずっといるからね。濁った声で女が笑う。B は失神した。夜中に耳鳴りみたいな音を聞いても何も見ようとするなよ。じゃないと俺みたいな目に遭うぞ、お前も。 B は寝るときに必ず耳栓をつけるようになったという。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。